北朝鮮の金正恩委員長は南東部のクムガン山観光地区を視察し韓国が建設したホテルなどを撤去して独自に開発をやり直すよう指示しました23日付の労働新聞は金委員長がクムガン山を訪れて厳しい表情で支持する様子を伝えました。金委員長は、 クムガンさんの観光開発を韓国と共同で進めたことについて間違っていたと批判しみすぼらしい施設を残さず撤収し現代的な施設を新しく建設すべきだと述べたということです視察には金委員長の妹のヨジョン氏やチェ・ソンヒ第一外務次官が同行しました北朝鮮はアメリカとの非核化交渉が難航して経済制裁が長引く中 韓国に対する苛立ちを強めていて独自に経済発展を目指す姿勢を強調する狙いがあるとみられます。